この身は一振りの刀として一個の魔導兵器として作られた身。元よりただ人と同じことをなすを目指してはいない。けれどこうまで失敗続きだと自分が途方もない役立たずに思えてくる。今日も会計計算を間違えてしまった。なぜ思った通り指が動かないんだろう。たかがボタンを押すくらいのことなのに。こんなに失敗してることをふみこさんに知られたらどうなるだろう。こんな失敗をふみこさんに知られたら彼女はどんな手を使ってでも孝太郎さんをどうにかしようとするに違いない。そう、そしてあの人はそれを拒みもしない。そもそも追い詰められるまで関係にかけられていることに気づきもしない。それに海子さんだけじゃない。妹みたいって言ってる月子さんも、最近やたらかまってるメイさんも、あの人はロリコンだから。そもそもあの人はそう多情なんです。周り中みんな全部に愛想よくして、人も霊もお構いなしで、相手が何なのかも全然気にしないで好意ばっかり振りまいて、いつも一生懸命で、自分がボロボロになっても他人のことばっかり気にして、自分のことは後回しで、あの人は本当にあの人はバカ。今日だってあの人は失敗して転んだ私のためにわざわざ自分も転ぶ羽目になってしまった。そんなことばかりしてるから。そういえば孝太郎さん、最近体つきが以前と変わってきた。ミュンヒハウゼンさんとの修練、あの成果が出てきたのでしょうか。私はそのような、私は決してよこしまな気持ちであの人のことを思い出したわけでは。あの時それまでは気分が悪かったのに、あの人に抱きかかえられたらものすごく気持ちよくて、あんな少しのことで気持ちいいなら、もっと触れたらもっと気持ちいいの。私何を。良いではありませんか。良いではありませんか。触れるくらい考えてみなさい。他の女はあんなに気安く彼に触れているのに、どうしてあなたが我慢をするのです。
それは、はしたないことで。彼を取られてもいいの？それは、その、それは…それでなくても恋敵は多いというのに、あなたは立っている位置さえ、他の者に出遅れている。それは、その、確かかもしれません。私は、文子さんにも、月子さんにも、もしかしたら、いえ、多分、メイさんにすら及ばない。ならば、触れるくらいが、どうだというのですか？いえ、彼を手に入れたいなら、もっとなすべきことがあるでしょうに。なすべきこと？あなたの心を惑わせているのは何なのですか？兵器であることをやめてまで欲しかったものを、未だ手に入れられないのはなぜです？あなたは、目的のために障害となるものは、ただこれを消し去るべしと、そう教わって育ったのではないのですか？ダメ。それはダメです。あの人が悲しむ。あの人は、あの人は、自分より他人が傷つくことを、より悲しむ人。自分より他の人が大切な人。自分以外の全部が大切な人だから、あなたはいつまで経とうともあの人の、一番大切なものになることはできない。あなたは、あの人が一番大切だというのに。それは、仕方ないんです。あの人はそういう人だから、それでもいいと。それでいいはずがない。私は、あの人のために全てを捨てた。今まで生きてきた、全てを捨てた。死ぬことさえ捨てたのに、どうして私のものにならないの？なぜあの人は、みんなのものなの？私は、戦って死ぬことだけが望みだった。そう教えられて育ったし、それで本望だった。なのにあの人が、それを止めた。あの人が、私の全てを奪った。私は彼のものになった。なら、私は彼の全てを奪ってもいいはず。彼を私のものにするために。私は、孝太郎さん。いやー、こんなところで会うなんて奇遇だな。My sweetheart、これは運命に違いない。悲しいね。全世界の女性の味方、みんなの恋人、タカちゃんを忘れちまうなんて。あなたのことはちゃんと覚えています。疑問に思ったのは、あなたがここにいる理由の方です。ちゃんと言ったじゃないか、運命だって。ふ
ふざけないでください。この気配は。分かったかい？女の子のピンチに騎士が駆けつけるのは当然の運命なのさ。これは呪い？デートに誘いたくない相手だな。正体知ってるのかい？まだ明確な方向性を得ていない無秩序な呪いの思念です。自然発生的な式神の意思と言っていいでしょう。弱点とかあるのかな？ありますけれど、その必要はありません。このような弱敵、ミブヤの技をもってすれば、たとえナユタの数が揃おうと、敵ではありません。こいつはすごい。確かにちまちま弱点つくよが、こっちのが断然早いな。行きます。闇に帰りなさい。おかしい。本来この程度の音量ならば、散らせば自らの形を保てず消えるものです。それなのに。なのにこの音量たちは消えません。散らしても散らしても、またより集まって形を取り戻す。この音量はおそらく私と同質の力を帯びています。同質？さっき言ってたミブヤのか？ミブヤの技にこのような低級霊を使う技はありません。もっと根本的な質です。すまない、侮辱するつもりじゃなかった。ものを知らなくて不愉快にさせてしまった。ともかくこの音量たちには私の術は効果が薄いようです。ならどうする？物理的に砕きます。問題はヤタのいない今の私は防御の面で大きな隙があるということ。ん？何か言ったかい？いいえ、行きます。
しまった死角に。おやおや、騎士の前で女性に手を挙げようなんて100年早い。当然キャバリエの一投、受けて命があると思うだ。こんなに動きを合わせられるなんて。あの剣技、あの足の運びは鬼の剣技。この人は鬼の技を身につけている。どうしてこんな時に私はこんなことを思い出すのだろう。と、こんなものか。なんだい、さゆちゃん。ありがとうございます。あんなに苦戦するとは思ってませんでしたから、本当に助かりました。あれほど見事に気を合わせてくださるとは思いもしませんでした。よほど厳しい修行を積まれたのですか。いや、あん、その、なんだ、合わせるのは簡単だったよ。前に前に突っ込んでばかり行く、そんなちょっとつ盲信ぶりには慣れてるんだね。そういう知り合いがいるのさ。そいつの無鉄砲さに君はそっくりだからね。それは私が周りも見えずに突っ込むしか能がないということですか。そういうところもそっくりだ。さて、体を動かして腹が減ってるんじゃないか。腹が減ってると怒りっぽくなるからな。あいつもそうだったし。私とその知人の方とむやみに一緒くたにしないでください。へえ、分かってるさ。さあ行こう。さっき良さそうな喫茶店を見つけたんだ。女性にお腹が空いたら怒りっぽくなるだなんて失礼ではないですか。まあまあ、でもお腹は空いてるだろう。私が話しているのはそういうことではありません。分かってますよ、お姫様。と、ここだ。ここは知ってるところかい。はい、以前新木さんとパフェをいただきました。おやおや、そりゃ奇遇だ。確か新木さんとはご友人なのでしょ。